来たか。体の方は大丈夫そうで何よりだ。安心したよ。退院早々ここへ呼んだのは他でもない、君に話さなきゃいけないことがあってね。ま、かけて。ああ、そうそう、前に名前だけは言ったと思うけど、彼が真田君だ。よろしくな。さて、いきなりであれなんだけど、実は1日は24時間じゃないなんて言ったら君は信じるかい？まあそうだろうな。しかし君はもう実際にそれを体験してるんだ。初めてここに来た夜のことを覚えてるか？あの日君はいろいろと不思議な体験をしたはずだ。消える街明かり、止まってしまう機械、道に立ち並ぶ棺のようなオブジェ、うすうすは感じたんじゃないか。自分が普通と違う時間をくぐったこと。あれは影時間、一日と一日の狭間にある隠された時間だ。影時間は毎晩必ず深夜0時になってくるんだ。今夜も、そしてこの先もね。普通のやつは感じられないってだけだ。みんな棺桶に入ってお休みだからな。けど影時間の一番面白いところは見た目なんかじゃない。お前も見たろ、怪物を。俺たちはシャドウと呼んでる。シャドウは影時間にだけ現れて、そこに生身でいるものを襲う。だから俺たちでシャドウを倒す。どうだ、面白いと思わないか。秋彦、どうしてお前はいつも痛い目を見たばかりだろう。まあいいじゃないか、ちゃんと戦ってくれてるわけだし。結論を言おう。我々は特別課外活動部、表向きは部活ってことになってるけど、実際はシャドウを倒すための選ばれた集団なんだ。部長は桐城満君、僕は顧問をしてる。シャドウは精神を食らう。襲われればたちまち生きた屍だ。このところ騒がれてる事件もほとんどが奴らの仕業だろう。残念だが影時間に警察は機能しないな。実はごく稀にだけど、影時間に自然に適応できる人間がいてね。そういう人間はシャドウと戦える力を覚醒できる可能性がある。それがペルソナ。あの時君が使ってみせた力さ、シャドウはペルソナ使いにしか倒せない。つまり奴らと戦えるのは君たちだけなんだ。飲み込みが早くて助かるよ。要するに君に仲間になってほしいんだ。君専用の召喚機も用意してある。君の力を貸してほしい。そんなに深刻に考えることないだろう。ちょっと付き合えよ。私からもぜひお願いしたい。ちょっと先輩らに詰め寄られたら彼だって困るんじゃ。そりゃ仲間になってくれるならその心強いですけど。そうか、助かるよ。わからないことは何でも聞いてくれ。いや感謝するよ本当に。ああそうそう、君の寮の割り当てだけどね、このまま今の部屋に住んでもらうことにしよう。偶然伸び伸びになってたけど、これは怪我の巧妙だね。偶然伸び伸びってあれは調子いいというか。やあ、元気かい？僕はいつだって君のそばにいるよ。もうすぐ終わりが来る。なんとなく思い出したんだ。だから君に伝えなきゃと思って。全ての終わりだよ。って言っても実は僕もはっきりとは分かんないんだけどね。それより
とうとう力を手に入れたみたいだね。それもちょっと変わった力みたいだ。何にでも変われるけど、何にも属さない力。それはやがて切り札にもなる力だ。君のあり方次第でね。初めて会った時のこと覚えてる？交わした約束はちゃんと果たしてもらうよ。僕はいつでも君を見てる。たとえ君が僕を忘れててもね。じゃ、また会おう。あーね、もうマジ寝ちゃうかと思った。ちょっといいか。今日帰ったらラウンジに集合してくれ。全員に伝えることがある。詳しい説明はその時にな。じゃあ伝えたぞ。私たちと違って忙しいんでしょ。生徒会とかそういうのでさ。あ、あれ、ユカリッチってキリジョー先輩のこと嫌い？別に嫌いじゃないけど。おかえり。待ってたぞ。紹介しとこう。え？おい、まだか。ちょっと待って。重っ。どうもっす。純平？なんであんたがここに？2年F組の伊織純平だ。今日からここに住む。今日から住むって、嘘。何かの間違いでしょ？この前の晩偶然見かけたんだ。目覚めてまだ間もないようだが、彼にも間違いなく適性がある。事情は大体話してあるが、俺たちに力を貸すそうだ。適性があるって、それ本当なの？俺、夜中に棺桶だらけのコンビニでマジベソ書いてたらしくてさ。つか正直あんま覚えてないんだけど、見られてたみたいで、はっ、恥ずかしい。でもまあなんつうか、最初のうちは仕方ないんだってさ。記憶の混乱とかありがちらしいんだよね。君たちそういうの知ってた？また強がっちゃって。ま、これペルソナ使いの常識だから。けどさ、正直言うと驚いたぜ。お前らもそうだって聞かされた時はさ。でも知ってる顔がいてよかったよ。一人じゃ不安だったしな。ま、お前らも俺っちが仲間になって本当のとこ嬉しいだろ。え、まあね。そういうわけだ。よろしく頼んだぞ。よし、大体戦力も整ってきたな。これで始められそうだ。よし、全員来たようだね。ちょっと聞いてほしい。我々の要するペルソナ使いは、長い間キリジョー君と真田君の2人だけだった。けど最近トントン拍子に仲間が増えて、今や5人にまで増えてる。そこでだ、今夜0時からいよいよタルタロスの探索を始めようと思う。タル…なんすかそれ。タルタロスよ。てか純平、あれマジ見たことないの？はて、見てなくても不思議はないさ。何せタルタロスは影時間の中だけに現れるからね。影時間の中だけ？シャドウと同じってことさ。面白いだろ。それに俺たちのスキルアップにもうってつけの場所だ。あそこは言ってみればシャドウの巣だからな。おお、シャドウの巣っすか。っていうか先輩、その体で行くんですか？明彦は怪我が治ってない。同行はしてもらうが、探索は無理だ。分かってるさ。先輩の分は俺がバッチリカバーしますって。なんか不安だな。理事長はどうされますか？僕はここに残るよ。どうせほらペルソナ出せないしさ。は？ここ？え、どういうことっすか？ここって学校じゃ。見てればわかる。ほら、0時になるぞ。
これがタルタロス。影時間の中だけに現れる迷宮だ。迷宮って何なんだよそれ。俺らの学校どこ行っちまったんだよ。影時間が明ければまた元の地形に戻る。こんなでかい塔が丸ごとシャドウの巣って、てかおかしいっしょ。なんだってうちの学校のとこだけこんな。先輩たちにもわからないんすか。あ、きっといろいろあるんでしょう、事情が。わからなきゃ調べればいい。ここを本格的に探索するのは俺やミスルにとっても今夜が初めてだ。ワクワクするだろう。どう見たってここには絶対何かある。影時間の謎を解く鍵になるものが。秋彦、意気込むのは勝手だが探索はさせないぞ。うるさいな、何度も言うな。おお、中もすげえな。でもやっぱ気味悪い。ここはまだエントランスだ。迷宮は階段の上の入り口を抜けてからさ。まずは慣れてもらう。今日の探索はお前たち3人だけで行け。新人だけでですか？深入りさせるつもりはない。それに必要な情報は私がここから通信でナビゲートする。それとな、現場でのチーム行動を仕切るリーダーを決めておこうと思う。リーダー？それつまり探検隊の隊長？はいはいはい、俺俺お前がやれ。なんですか、こいつ隊長っぽくないっしょ。あのね、彼はもう実戦経験者なの。え？マジ？確かにそれもあるが、選んだ理由はもっと簡単だ、純平。それに竹馬もだが、ペルソナの召喚、あいつのようにちゃんとできるか？もちろんす、バッチリ決めますって。私も大丈夫です。相手はシャドウだ、できなきゃ話にならないぞ。はい、分かってます。よし、行ってこい。準備はいいか？頼もしいな。お待ちしておりました。いよいよその力使いこなす時が訪れたよう。今から挑まんとする塔は果たしてなぜ生まれ、何のために存在しているのか。残念ながら現在のあなたではまだ答えを導くことはおできにならぬでしょう。だからこそ進まれる前に知っておかれるがよろしい。ご自身の力の性質というものをね。あなたの力は他者とは異なる特別なものだ。いわば数字のゼロのようなもの。空っぽに過ぎないが無限の可能性も宿る。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分けることができるのです。そして敵を倒した時あなたには見えるはずだ。自分の得た可能性の目が手札としてね。時にそれらはひどく捉えづらいこともある。しかし恐れず掴み取るのです。あなたの力はそれによって育っていく。よくよく心しておかれるがよいでしょう。さて、いよいよ私も忙しくなりますな。次からはご自分の意思で扉を開けてここへ来られるといい。その時こそ私の本当の役割、あなたへの手助けについてお話ししましょう。では再び見える時までごきげんよう。ちょっと大丈夫？どうしちゃったわけ？ぼーっとしちゃってさ。は？扉？わけわかんねえな。夢でも見てた？なんかぼーっとしてたよ。つかリーダーなんだからさ、寝ないっしょ普通。ついてくからさ、とにかく行こう。
いよ、こっから本番か。なんかすぐ迷いそう。3人とも聞こえるか？あ、先輩。ここからは私が声でバックアップする。覚えておいてくれ。え、中の様子がわかるんすか？私のペルソナの特性でな。実はこのタルタロスは中の構造が日によって変わってしまう。私もそちらへ加わりたいところだが、外からのサポートが欠かせないんだ。うわ、ますます迷いそう。ところで今君らのいる場所はすでにいつ敵が出てもおかしくない。敵のレベルは低いはずだが、注意して進めよ。習うより慣れろだ。うっす。了解です。ったく、なんか勝手だな。君の力については竹場から聞いているが、戦闘経験が浅いことには違いない。基本的な戦い方について説明を聞いておくけど。よし、なら目の前の敵を倒してくれ。できればアタックとスキルの両方を使ってな。当たって倒せなかった。倒せなかったか。よし、見事な勝利だ。ちょうどいい間だ。攻撃属性について説明しておこう。攻撃属性について、ちょうどこの敵は弱点が狙えそうだ。頑張ってくれ。敵の体勢が崩れた。まだいけるぞ。あと1体だよ。倒せなかったか。しぶといんだから。よし、先ほどの戦闘で敵の弱点を突くことはできたか？弱点を突くことは実はさらなる攻撃のチャンスを得るきっかけにもなる。そのあたりの関係について説明を聞くか？では戦いに戻れ。敵の弱点を突いて畳みかけろ。敵の体勢が崩れた。まだいけるぞ。弱点をヒット。お、すげえ。弱点にズバリだ。敵が対策。総攻撃チャンス。こんな。
敵を全て倒せばこちらの勝利だが、個別に叩くよりもっと良い方法がある。それは敵に総攻撃を仕掛けることだ。説明を聞くか。ここまでで基本的な説明は終わりだが、最後に最も重要なことを伝える。奥に踏み入るほどシャドウは手強くない。勝てない敵と分かったらすぐに離脱しろ。ただし敵によっては離脱できない場合もある。例えば今回のようにな。それでは健闘を祈る。続けて攻撃だ。もう一丁。弱点に命中。敵が体勢を崩してる。弱点にズバリだ。敵が体勢を崩したと。弱点に命中。敵が体勢。勝っちまおうぜ。ほら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 。全員3回、個別行動を取れ。了解。よし、全員戻ったな。どうだった緊張が解けたからか。数をこなしていけばじきなれる。すっげえ、自分の力ってのを初めて実感したぜ。でもなんでだ、なんか妙に体がしんどいんすけど。単なるはしゃぎすぎじゃないの。んなこと言って、ユカリッチだってもろバテ気味じゃんか。バテるってか、なんか息苦しいような。何これ。それは影時間のせいだ。平時よりずっと早く体力を消耗するからな。心配ない、じき慣れる。しかし想像してたよりもいけそうじゃないか。秋彦もうかうかしてられないな。抜かせ。
以上で全校朝礼を終わります。続きまして生徒会から新しい役員の紹介があります。生徒会代表、生徒会長、3年2組キリジョウミツルさん。はい。やっぱ先輩に決まったんだ。ま、あの人の人気すごいもんね。なんつってもキリジョウだもんな。オーラ出てるっつうか、近寄りがたいっつうか。しかもキリジョウグループってこの学校の母体なんだろ。生徒会長という大役を拝命するにあたり、私の所信をお話ししておきます。学園がより良くあるために、一人一人の積極性は確かに大事です。しかし全員が一つの思いを1年間ずっと切らさず置くのは簡単ではないでしょう。大事なのは、それが途絶えても確実に回る仕組みをいかに作っておくかです。そのために各自の中の明日への思いを確認し、今この青春の時をどう過ごすのか、現実から逃げることなくいかにして未来を直視するのか、全てはそれにかかっています。私一人の視野では見えないものもたくさんあるでしょう。充実した学園生活を共にするため、皆さんの知恵と力を貸してください。よろしくお願いします。お前意味分かった？そうか、フリーダムだな、お前。真田先輩、待ってください。お前真田さんのことよく知らないだろ。いいよなあれ。ま、俺も仲間に誘われるまでほとんど話したことなかったけどな。前線無敗のボクシング部主将、確かにかっこいいと思うけどさ、普通ボクシングってこんなキャーキャー騒がれるもんか。漫画でも見れないぜあんなの。今からどっか遊びに行くんかな。おい、お前たち、これから暇か？え、あ、俺らっすか？もちろん暇っす。それってひょっとしてその子たちと？なら、今からポロニアンモールまで二人で来てくれ。場所は知ってるな。そこの交番で会おう。いいな。え、交番？あの、
真田さんのお友達と遊びに行くとかじゃないんですか？友達？この子たちのことか？いや、名前も知らない。正直うるさくてかなわん。とにかく俺は先に行くからな。必ず来いよ。ちょっと先輩、少しは相手してくださいよ。名前も知らないって一人もか？ありえねえだろ普通。ま、とにかく行こうぜ。じゃあ黒沢さん、これいただいていきます。あとさっきの話、こいつらのことです。ん？この人は黒沢純さん。俺たちの活動に協力してくれてる。それとこれは幾月さんからだ。え、マジいいんすか？手ぶらじゃ戦えないからな。ここで準備しろ。黒沢さんは仕事のコネで俺たちの装備品を揃えてくれる。もっともタダにはしてくれないけどな。当たり前だ、世の中にただのものなどない。分かってますよ。じゃあ俺はこれで。君たちのことは聞いてる。俺の仕事は町の治安を守ることだ。たとえそれがどんな事情であってもな。力などなくても俺にはこの町の異変はわかる。俺は俺が正しいと信じることをする。それだけだ。Feeling how this world goes when it's last long.
君か。おかえり。君か。おかえり。